しました。おはようございます。今回は東京の中でもインドの人たちが多く住む江戸川区を訪ねてきました。今日はカレー色です。そうなんです。カレー色です。ちょっとね、変わってみましたけれども、えめ、どっくりよばがい訪ねてきました。江戸川区の中でも最も多くのインドの人たちが住む西葛西です。ちょうどお昼時、インド家庭料理って書いてあります。ちょっと入ってみましょう。本当のインドの家庭料理が食べられると評判の店なんです。3年前にオープンしました。家庭料理ですか。はい、主食は小麦の粉を薄く引き伸ばしてフライパンで焼いたチャパティです。何より薄いですね。そうなんです。作っているのはレカさんと息子のヨゲンドラさん。早速私もいただいてみました。美味しそうですね。このチャパティをちぎって、スプーンのようにカレーをすくって食べるんだそうです。はい。おいしい。しっかりしたクレープで食べているような感じですね。おいしいですこれ。これも少しずつかけながら食べてる。ゲンドラさんがここで働くのは休日だけ。普段は都内の IT 企業に勤めています。大学生の時、日本に短期留学したのがきっかけで16年前に移住しました。どこでも綺麗だなっていう国っていう国があってっていうのはすごくびっくりした。とにかくもう惚れ込んじゃいました。ヨゲンドラさんはお店の近くにあるマンションで母親と息子の3人で暮らしています。お邪魔します、はい。まあ一応狭いんですけどね。おっと、あちら神、なんていうんでしょう、神様がいらっしゃる。そうですね、神棚ですね。家族が150年前から代々受け継いでいるヒンズー教の神様たちです。はい、こちらガネーシャといって一連の神様なんですよ。きらびやかです。はい、そしてヨゲンドラさんが日本で手に入れた大切なものを見せてくれました。日本で手に入れた、はい、大切なもの、じゃん卓球台じゃないですか。そうなんです。お家の中に。そうなんです。日本に来て初めてやってみてすっかり気に入った。そうです。上手ですね部屋いっぱいに卓球台がね。そうなんですよ。リスナーさんもね、このようにね、毎日楽しんでいます。へえ、どうね、仲良しですね。そうしないとここまで食えしませんですよねそして2人のもう一つの主人が、この距離感、はい、あ、五目並べです。ご近所さんから教わりました。へえ、英語で終わり、フィニッシュ。嬉しそう。お父さん。西葛西って、ゆきさんにとってどんな場所ですか？日本にいて、インドに帰りたいっていうのは年に1回ぐらい思うかもしれないけど、インド行くと、3週間ぐらいいれば日本に帰りたいってなっちゃいます。もうここは自分の居場所だっていう感じですよね。